煉獄脱出を目指すメリオダスたち。メリオダスは弟であるゼルドリスの過去を明かす。ゼルドリスは恋人の吸血鬼ゲルダのために非情な処刑人となったのだ。ゲルダ、待っててくれ。一方、キャメロット城で繰り広げられるエスカノールとゼルドリスの激戦。そしてエスカノールの指先がゼルドリスを貫く。あら、やってくれたな、ダークネス。これは未だ人と人ならざる者の世界が分かたれてはいなかった古の物語。聖戦再び、ブリタニア存亡をかけた決戦の行方は神々すら予見できぬものであった。だが彼らは戦い続ける。邪悪の支配を打ち破り、愛する者たちの未来を守るために。故に彼らは選ばれし英雄、七つの大罪と呼ばれるのだ。とどめだ。ゼルドリス様、あとは我らにお任せを。絶対にメリオダスの邪魔はさせるな。お前たちの実力を思い知らせてやれ。この俺をも上回る最上位の魔人の力を。容易ですが、お忘れなきよう、あなたはじきに死である私を超える存在となることを。それはどういう。別れの挨拶は済ませたか。おざけ。ダメだ、傷が深すぎる。私の力では。デュドシエル様、ギルをお救いください。悪いが、その暇はない。わしは小娘の相手と残りのゴミの片付けか。ゼルドリスさえ抑えることができれば、貴様らなどこの私の敵ではないわ。我が先行の恩寵の前に散るがいい。
やるな。ゼルドリス様に剣を教えたのは私だ。だが調子には乗るな。無傷だと。借り物の器ではそれが限界か。ユドシエル。こちらも始めるか、ベリアル院の娘。今度はわしを存分に楽しませろ。エクスターミネイトレイ。エクスターミネイトレイ。マリンさんと同じ魔法、しかも特大。マーリン殿の魔力をこれほどまでに上回るというのか。エスカノール、隙を見計らって神器のもとへ走れ。あ、え、無理無理無理ですよ。どうしたどうしたどうした。エンチャントインフィニティ。直撃した。さすがマーリンさんのインフィニティの前には最上位魔人も刀なしですね。で、では今のうちにリッタを。あー、マーリン、まるで手応えがないぞ。これが奴らの魔力なのか。いや、奴らは訳あって元来所有する魔力を封じられているらしい。にもかかわらず魔人王を除く魔人の中で最強と謳われる。その答えはシンプルだ。極めて強く、極めて速く、極めて硬い。それって弱点なしってことじゃないですか。平たく言えばな。だが弱点がないのならば弱点を作ればいい。マーリン、ハッタリが通じる相手ではないぞ。どこから。奴は何の動作も見せていなかった。ありえん、こんなちんけな攻撃で。ダブルインパクト。戦闘開始直後にお前たちをがっかりさせた魔法を覚えているか。あれは攻撃魔法ではなかった。ファーストウェーブで四大元素およびそれらを組み合わせた複数の属性魔法を放ち、お前たちそれぞれの最も耐久度の低い属性を割り出した。チャンドラーは雷、キューザックは風、そしてセカンドウェーブはそれらの耐久度を著しく下げる弱体化魔法。さらに私の魔力インフィニティで一撃食らうごとに耐久度が下がり続ける。豪華特典付きだ。こいつは絶対的に回したくないな。種さえ分かればおしゃぶりのやめ。アブソリュートキャンプ。またか。どこから攻撃を仕掛けて。もがく、おのルベ。今この空間内には貴様らの呪文詠唱と攻撃動作に自律的に反応攻撃する雷と風の魔力が無数に踊り漂っているのだ。それらは我が無限の魔力によって生み出され続ける。何なんだこの無茶苦茶な魔法は。自分でもわからん。二種の属性攻撃魔法に透明化、感知負荷、自動追尾とインフィニティを即席で掛け合わせたのでな。反則だろ。それにしても一体いつの間に仕掛けたんです。オミノスネビュラからテレポートで逃げ続けている間にな。ほっほほデュドシエル様、ギルサンダーに癒しの奇跡を。彼はあなたを守るため自らを盾に。私を守るためではないだろう。それに今は少しでも魔力を温存せねばならん。
最上位魔人が人間ごときに屈辱を。あってはならんことだ。何がおかしい？レゾナント。マーリンさん？ほう、それが本体の姿か。ずいぶん可愛らしいな。貴様もあのアーサーとかいう小僧と同じ運命をたどるがいい。最上位魔人に歯向かったことを地獄で後悔しろ。貴様の意志はもはや我が虜。そのまま言葉を返すぞ。なぜ貴様が憑依してくることなど想定済みだ。最高神の祝福の上に精神強化を施した私に取り付くことができるとでも。まだ事態が飲み込めていないようだな、愚か者め。さあ、たっぷりとアーサーの恨みを晴らしてくれよ。まだか。早く小娘の魔力を解除。あ、まずい、このままでは。調子に乗るな。魔人王の魔力をもってすれば貴様の魔力といえど恐れるに足らん。聖戦に終止符を打ったのだ。我々は勝ったんだ。見ているかマイル、兄さんはとうとう成し遂げた。なぜマイルを殺したエスタロッサの顔しか思い出せない。どうした団長。なんだ、おかしい。エスタロッサとの記憶が、なぜあいつのことを。お前も気づいたか。わしと同様何も思い出せぬことに。この声は間違いないやつだ。それにしても呆れるほどめめしいやつよ。やはり感情は我が息子には不要なものだ。こいつが魔人王、でかすぎんだろ。やつはこの世界の生物をむさぼり食らうことで力を得て肥大化し続けている。おやじ、お前は言ったな、エスタロッサの記憶が思い出せぬと。わしも同様に思い出せんのだ。魔界での日々すべてを未だ鮮明に覚えておる。にもかかわらずエスタロッサのことは何も思い出せん。奴について覚えていることを口に出してみろ。魔人王の息子でありながら闇の力を有せず生まれ、虫を殺すことすらためらうほどの小心者。それを憐れんだわしがエスタロッサに戒言を与えた。やはりな。どういうことだ。わしを含めエスタロッサを知る全ての者が
はばかられているようだ。やつめ、やってくれよったわ。やつ、まさか。エスタロッサ、いや、あの男は。ゼルドリスのことを。俺はどうにかしてゼルドリスとゲルダを救ってやりて。そうね。でもあなたは本当に弟思いなのね。ゼルドリスは。
実家エスタロッサなど花から存在しない。みんながそう認識していたあの男の正体こそ、バカな嘘嘘、四大天使マエルだ。禁呪が解け、すべての認識は決壊し、記憶はあるべき姿へと戻る。頭が、何がどうなってんだよ。痛い。お、思い出したわ。お前は、やあ、サリエル、タルミエル。誰だっけ。痛い。次回、七つの大罪、憤怒の審判、悲しき一撃。